皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。はい、です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい、ページいっぱいにキャラクターを描く企画をやっていきたいと思うんですけども、はい、前はね、最後さ、やったよね、あのさ、昭和、平成、令和、ね。ああ、やった、まあ。今回はね、こちらです。じゃじゃじゃん。はい。こちらの赤、青、緑のキャラクターページいっぱいに書いてみたーという企画やりたいと思いまーす。どういうこと？どんな大変だったんだよなー。今回の大変な企画ですよ。大変な企画。どえらい企画だよな。あのさ、まあキャラクターってさ、すごくさ、イメージカラーみたいなあったりするじゃん。あとなんかそのキャラクターが連想する色みたいな。ドラえもんだったら青みたいな。あ、そういうことか。ピカチュウなら黄色みたいなさ。確かにね、戦隊ものでもさ、主役はレッドで、ヒールは青があるね。はいはいはい。そういう感じで、だからこう赤を代表するキャラをページいっぱい、青を代表するキャラをページいっぱい、緑を代表するキャラをページいっぱいというのをやっていきたいと思います。緑なんだ。大変やな、これ。いやー、これ難しいよ。頑張ろうね。ということで、早速やっていきますよ。レッツチキラ。では最初、まず赤のキャラをページいっぱいチャレンジやっていきたいと思います。はーい。まあ、赤はでも比較的思い浮かびやすいジャンルだとは思うんだよね。確かに確かに。まあ、ここ最近で言うとやっぱりシャンクス。あのイメージがな、まあ、映画もやってたし。そうだね、やっぱレッド赤髪のシャンクスじゃん。あとはやっぱ煉獄さん。炎を使うキャラっていうのは基本的に赤。うん、そうだな、確かに。なるほどね。うん、スーパーマリオとかも赤かな。あ、そうだね、そうだね。あ、なるほどね。あとキャラで言うと、ムックとかじゃない？あ、ムックも赤よ。ムック赤だ。あれ赤だ、あれ赤キャラ。まあ、そんな感じで、思い浮かんだのを書いていこう。はい。俺はとりあえず、ムックを書きます。はい。私はちょっとじゃあ完成を楽しみに見ててください。誰が書かれるか。ちょっとね、初めて書くキャラだけど、わりかし実はあの YouTube のコメントで書いてほしいっていうね、あのリクエストが多かった作品のキャラです。あ、そうなんだ。ムックってなんかこのタケコプターみたいな生えてる？生えてるよ、ムック。ああ、なんか頭に生えてる。マジ？てかさ、ムックはほら、もう最近ほら、あの CM 出てるじゃん、博士太郎。ウーバーイーツ。うん、CM に。あれ、まあな、言っちゃ悪いけど、うん、似てるよね。似てる。博士太郎さんそうそうそう。ムックは本当に似てる。あの、なんかさ、ムックを擬人化したら博士太郎さんになるんだろうなと思うよ。本当になんか失礼なんだけどさ、似てるよね。やっぱりなんかちょっと。いや、あれ、あのコラボ考えた人いいよね。あの CM でさ。個人的には博士太郎さん私結構かっこいいと思ってた。斉藤のイケメン枠だったか。イケメン枠、結構好みの、それかっこいいなと思って。確かに、あの、これ私斉藤の元学生時代から知ってるから言うけど、斉藤はそれネタでいて本気で思ってる。本気で赤瀬さんみたいな人がイケメンだよな、斉藤は。いいなと思って、ちょっとコンサート行こうかなとすら思ってた。ちょっと。てれて。そうそう、スタイリング。めっちゃかっこいいよね。ムックのさ、このさ、毛を表すの。気持ち悪い。ムック、そうやって待って、なんかムック、そうやって書く人初めて見た。ムック、妖怪だ。普通にさ、毛を書かなきゃいけないよ。違う、もふもふに書かない主線を、こう、周りの枠を。あ、そういうこと。つるんで書いてから、毛を書く人初めて見た。普通にも、なんか、もじゃもじゃに書くのかと思った、最初から。そういうことか。早めに言ってよ、そういうのは。ムックの新しい書き方を知ったわ。時すでに遅しやん。そうだね。見ろ、俺のこの。やっぱり赤といえば。ちょっと待って。唇間違ってるよ。嘘。え、間違ってるわけ合ってんじゃん。唇どうなってんだ、これ。あ、ここ塗るのか、赤で。志村けんのさ、おじさんの家みたいになっちゃってたよ、今。え、うまいやん、ゴン。うまい？いや、ゴンうまい、マジで。うまいよね。うん、見本を見たから。めっちゃうま。見てくれ、俺のこれとこのクオリティの差を。やっぱほら、ちょっとでもさ、やる気ないとさ、みんな感づくじゃん。あいつやる気ないってすぐ。俺じゃあもうやる気ないみたいになってんじゃん。しょっぱだからやる気ない人になってんじゃん。そんなことはないんだけどさ。ねえ、なんか。俺の超大型巨人。え、巨人？わかんない。わかんない。じゃあ、煙生えてるよ。煙出てんよ、なんか。煙生えてる。煙生えてた。なんか、ビニール袋に生えたみたいな。やばいな、ビニール袋が。顔に張り付いてる。うわーみたいな。
いや、ちょっと斉藤さんはね、ぜひ今後ブルーロック読んでほしいんだけど、私はちょっとブルーロックにね、今までついて動画で語る機会があったから喋りたいんだけど、おうおう、私のね、今視聴者さんよく見てたらね、私のブルーロックで好きなキャラをコメント欄で当ててくれてた人がもしいたら、本当にあの、おめでとうって言ってあげる、コメント欄で、マジで。誰もが多分私の好きなキャラ、パッと見でね、なぎくんだと思ってる人が多いと思うの。目死んでるからね、少し。あの、ちょっと S 君にキャラクターデザイン似てるじゃん。似てるからね、うん。でもね、違うのよ。私が推してるキャラ違う、ブルーロックでね。ぜひ、あの、コメント欄で、シーモス先生、実はあなたこのキャラ一番好きでしょっていうのをコメントください。では赤いキャラページいっぱい完成しました。おっ、まだこの後2回ある。やばいね、先が長いけど。まあ、早速キャラクターをそれぞれ紹介していきたいと思います。はい、まず私が書いたのが、五等分の花嫁のいつきちゃん。かわいい、いつきちゃん。シャンクス。おー、渋い。煉獄さん。ブルーロックのちぎりくんです。おー、いいね。全部うめえ、やっぱり頑張りました。ちぎりうま、まあ、多分煉獄さんは書いたことがあるから、今回あえて自分の絵柄で書いてみた、煉獄さん。あ、そうなんだ。いつもは本物に寄せることだったけど、まあ多分ここら辺は初書き。シャックスは昔あるかもしれないけど、ほとんど初書き。うまいよ、普通に。じゃあ次。はい。俺だからセバスチャン。うん。あの、リトルマーメイド。言ってくれなきゃ分かる。リトルマーメイドね。で、あとポニョね。あ、ポニョか。ポニョ。あ、シャックスの頭から出てる。あと、マリオ。うん。これ似てるでしょ。分かるよ。それ、ムック。ムック、顔のケロミッシュとか下に。めんどくさくなったんだよ。で、あとこれ、ドナルドね。みんな大好き、マクドナルドのね。ドナルドか。で、これ、超大型巨人。あ、巨人か。で、スパイダーマン。で、終わり。衣装さ、雑じゃね。なんかもう、雲なのかもわかんない。はい、じゃあ私は、この、はい、あの、マリオのヘイホー。ヘイホーね。ヘイホーとゴン。いや、うまいよ。いや、これでもちょっと、私とエス君から批判が。いや、ほんとゴン緑だから。いや、ゴン緑だよ、つって。いや、でもゴンが、じゃんけんグーで戦うときは、赤いから。力だからね。あと主役だから、赤。そして、ルドケーン。剣心は分かる。剣心と、女ランマと、分かる。ランマか。リョーガだね。あの、豚のリョーガ、おまけで書いてた。では、早速次の色、青いきたいと思います。はい。では次、青挑戦したいと思います。いくぞ。いや、青のキャラが、まあ、みんなで話してとっさに出たのがドラえもん。いや、もう絶対ドラえもんなんだよ。うん。他は何？スライムとかじゃない？キャラがスライム。ドラえもんのスライムね。確かに確かに。まあ、私はそんな中でさ、同じスライムつながりで一個思うキャラがあるので、まずはそれを描きたいと思います。はい。ほんと、まあ、水系のキャラが大抵青なのかなと。ああ、そうか。ちょっとドラえもんうまくない？なんかうまい。でも、うまい。あの、エスティが描いてきたまでかっこいいし、ドラえもんうまい。かっこいいし、ドラえもんうまくない？ドラえもんの中で一番うまいよ。うまいと思う。今これドラえもん話からだけど、私のね、ちょっと昔から一個思ってることがあって。あ、ちょっと失敗した。体。あの、日本人の、まあ、あんま普段描かない人でも、ドラえもんとアンパンマンだけ描けると思ってる問題っていうのは、私はちょっと苦言を呈したくてね。あの、みんな言うよ。言うのよ、アンパンマンとドラえもんならギリかけるみたいな。わかるわかるわかる。私から言うとね、一番難しい、ドラえもんとアンパンマンがこの世で誰もが一番難しいと私はもう最近言ってたから。やっぱりかけてないのよ、みんなかけてない。かけてるあの、一番難しいのを、なんか、あえてみんななんか書けると思い込んでいる、この日本人に対してね。ちょっと言いたいの。昔から一言言いたかったの。確かに、絵描ける人は、こういうなんかキャラって意外に難しいって言うよね。いや、本当に、分かってる。ね、一番似せるの難しい。うん、一番うまく描けない。ちびまる子ちゃんとか描くじゃん。うんうんうん。1ミリの図形で全然顔違う。ちびまる子ちゃん本当難しいと思う。難しい、うん。あれは激ムズだと思うわ。月曜から夜更かしあたりのそういうさ、番組で取り上げてくんないから、日本人ドラえもんとアンパンマンなら書けると思っているが全然書けてない説っていう。ない説みたいな。そうそうそう、全然実は似てない説っていう。あれぐらいニッチだったら取り上げてくれるかもしらんもんね。なあ、街行く人にさ、急にちょっと書いてみてくださいって言って、果たしてこれは本当に書けると言えるのかみたいなさ。
ソニック見てない見てない。な何かが足りない。なんかなんだろう、何かがな足りないな、それめっちゃ走らないソニックじゃん。っていうかそもそもなんかソニックの親戚の親戚みたいな。終わったわもう。だからソニックは似なかった。トリコ開けた。こうやって気持ち悪い。トリコなら伝わって眉毛とかで。なんか体、しぼんじゃった。いや、ご飯食ってないんだ、まだ。フルコース、フルコース食べる前。食っついちゃったし、ソニックと。なくない。あれサングラスしてないんだっけ。青生地はアイマスク上につけてる。ああ、してるしてる。サングラスってのは気ざるか。そう、あいつエイジだからさ。でもなんかさ、ラッパーの意味なんだよ。書いてキャラ言っていきましょう。はい、私はこちら、テンスラのリムルです。うま、肩にもいるね。うまー、ね、あとね、これが、黒子のマスケな青峰くん。あー、かっこいいね。で、エヴァの綾波レイと、いいね、これがね、ラキスタのコナタ。懐かしい。で、スティッチと、うまいうまいうまい、クッキーモンスター。懐かしい。俺は、これがおそ松さんのカラマツね、うん。で、これトリコ。いや知ってる人いるかわかんないけど、トリコ、ね。知ってるんだよ。みんなトリコは知ってるけど。クギパンチのね。なんかその下にいる。トリコにくっついてる。なんかこれソニック。なんか合体しちゃって。なんかそうだね。服着てる。ソニックの服をトリコが着てる。そう。トリック。で、まあこれがドラえもん。一番前で。一番綺麗。これスライム。で、これ、会話。なんかスライムと一緒に仲間になりたそうにこっちを見てる。ちゃってる。で、会話。で、青ピクミン。コキンちゃん。うん、トーマス、これが青鬼オンラインの青鬼で、これ最後青鬼じゃん。ワンピースの。じゃあ私はあの、うん、マギのマギ、うん、うまいよ、マギうまいよ、うまい、うまい。あとこう椅子のマシのコッシー、コッシーうまいんだよな。パワーパフから青いやつと、これ新本先生がラインスタンプでお気に入りのハンギョドン、ハンギョドン大好きと、あの11匹の猫、わかるわかる、ドナルドダックとベジータ青大好きね、全身青大好き。いやー頑張った、いっぱい、意外と青キャラっていっぱいいそうで難しかったね。意外にむずい。あのマスコットみたいないっぱい浮かぶけど、人間キャラって意外と難かった。難しいね。意外に出てこなかった。じゃあラスト、緑キャラいきましょう。いや、では最後、緑チャレンジいきたいと思います。はい、じゃあ書いていきますよ。はい、どんどんもうサクッといっちゃいましょう。緑ね、ダメだ、ガチャピン全然も書けない。待って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 、強盗だよ、強盗だよ。強盗がさ、今から入るけどいいって言ってる。この紹介して、ここ銀行書きたいよ、ここに。妖怪やん、俺のマイク。やばいじゃん。え、待って妖怪だ。これさ、しかもさ、ね、あっちだ、ユニバーシティの方のマイクだ。あの、まだ、モンスターズインクに入社する前の学生時代のマイク。あ、あんの？うん。だから、そばっかすついてるもん。そう、それっち。あの、帽子かぶってんでしょ、野球帽。そう、そっちにした。だけど、キモい。いや、でも俺、強盗の友達ってこと考えたらよくない？いや、ガチャピンでしょ？ガチャピンも、かわいそうだよ。みんなが大好きなガチャピンなのにな。じゃあ、ちょっと代わりに書いてやってくれ、どっかに。本物のガチャピンを。本物のガチャピン。あまりにも、俺らひどすぎるから、ガチャピンと認識できなかったから。認識できないから、もう別の、なんか、なんかの緑ってことにしてる。何やの緑。誰？ピッコロ。よかった、今書こうかと思ったけど書かないでよかった。ちゃんと巨匠が書いてらしたね、ピッコロをね。すいません。
書かせていただきました。ピッコロとダンボのコラボみたいな。あごめん。自分の描いたキャラ紹介していきたいと思います。はい、まずこっちからトイストーリーのリトルグリーンメン、うまい、でみんなも大好きご存知初音ミクちゃん、めちゃめちゃうまい、超綺麗で、ヒロアカのデクくん、うまー、そしてこれね、私が絶対描きたかったケロロ軍曹、顔が似てるから、先生顔似てる、顔そっくりなんで、でこのキャラはちょっと後々 S くんが増えると思うので置いときます。次じゃあ S くん、僕まずじゃあこれ不思議だね、はい、でこれが何か分かるか。ピッコロだよ。ピッコロとダンボがくっついたの。ピッコロさん目見てました。ちょっとずれちゃったね。ずれたじゃないよ、大きさだよ、大きさ。では置いて、でこれがロックリ、うん、でこれがガイ先生、多いんだよなんかヘルメットの要素が。でこれゾロ、ゾロ、うん、いや結構分かれたと思う。でここ行ってヨッシー、でまあこれ置いといての、これマイクね。それはなかなかやばい。でこれがクリーパー、あクリーパー、マイクラのクリーパー、マイクラでこれが俺が描いたガチャピンなんだけど、もうただの泥棒って言われて、銀行強盗でしょこの上だけ顔マスクかぶってね。だから先生にさすがにかわいそうだと、ガチャピンこれはこれ描いてって言って描いてます。ひどいってことは先生が顔だけ描き直してるな。いやでもあのさ、ガチャピンとムックだけ切り取ってここにちょっと舐めたいわ。そうだ、これで一体どういうペアが出来上がるか。キモすぎだろ。じゃあラスト斉藤。これは私はリンク、はいはい、ニンテンドのね、リンクと、まあ、ケロケロケロッピと、ケロップもうまい、スーモ、スーモね、スーモとマリモッコリ先生、マリモッコリ似てる、うまい、あとサボさん、サボさんね、あとコードギアスの CC、うまい、うまいよ、うまい、もう死んだ、疲れたわ、いや、超うまいすごい。になると体力がみんなもうなるべくでかく描いてなったりしようって、ね、でももう手がね痛いよね、ちっちゃくしようとするからね、まあ、でも楽しかったね、楽しかったやっぱり、うん、あのぜひコメント欄でみんなはどんなキャラを思い浮かべたか教えてください、はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします、お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎人、アシスタントの斉藤と、ありがとうございました、バイバーイ。